ちナウあんでーすえ今ね世間にぎわしてるのがセブンペイですけれど <laughs>、うん、見切り発車だったみたいだけどねいやだからよかったと思って私 <laughs> おにぎり一個のためにな <laughs> いやそれもそうだし <laughs> 私全然やってないんですよペイ系俺はねあのペイペイだけは入れたんだよあのほらキャンペーン中うん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 でもねやっぱそれっきりやっぱねまだこう 古い人間なんでだってさ <laughs> まあ基本都内はスイカで全部こと足れるからなコンビニだってね、うん、俺はエディなんだよもう完全に、うん、言ってましたよね言ってましたねこの間その話したそ,そう現金派だったけどニコニコ現金払い派だったけれど <laughs> <laughs> 今は完全にフェリカに移行しましたとうん、うん、いや俺もさその前ペイペイを使った時にちょっとやっぱ店員さんと手間取ったんだよね うん、そのバーコードの読み込みがうまくいかなくてうん、うん、でなんかめんどくせえなと思って別にスイカでいいやってなるセブンなんか特に今まで7個で何の不自由もなかったわけじゃん、うん、で俺もなんだセブン銀行と7個は一緒になってるやつあるけれどなんだろうななんであんなに一斉にみんな QR コードに移行するんだろうね何のメリットがあるんですかね まあ導入しやすいっていうのはあるらしいんだけどね、カメラがついてるスマホだったら、どれでも平気なわけじゃん。うん、多分オリンピックとかも絡んでんだろうな、その海外から来た人に、QR で支払いとかさ、うん、できるっていうのは、それなりのメリットがあるんだろうし、今回だと、オムニセブンっていうさ、セブンのなんか、EC サイトとなんかアカウントが多分紐ひもづいてんだよね。うんうん その会員登録を増やしたりその会員のアクティビティとかを検知したりするっていう目的はあるんだろうけどね。なんかそれよりはアプリにこの バーコードみたいな、会員のバーコードみたいなの入れて、アプリ提示したらチャージも支払いもできるみたいにしたほしいです。今回のってあれだろう、うクレジットカードから、要は QR コードに振り込みみたいな形で入ってってことだよな。うん、そのセキュリティを使われたわけだろうそのまあ、リスト型攻撃っ,って言ってたけど、だからどっかのサイトとかでメアドとパスワードが漏えいしちゃってると、それをそのまま使用できちゃうってことだよな。で、その二段階認証もやってねっていう話だから、 いやーほんと iPhone だと確か指紋とかだよな指紋ですね ApplePay はでそっちのがやっぱり安全だよなどう考えたってねうん,うんただなやっぱりセブンとしては他社のほらそういうサービス使うと手数料取られるんだよねうんうんうんこれはクレジットカードもそうだけどだからみんな自社の QR コードを発行しちゃうんだよねいやーでもちょっとまだ私は登録しないですねきっとこの感じだと。 なんだその利便性よりやっぱりみんなそういう自分のとこ自分のとこって今だとほら LINEPay、えー、と,とかねあのキャンペーンとかやってんじゃんうんもう使ったことないんだよなこれな,ないあのおすすめはされるし<ー>この間もその友達から何、うん、だっけ1,000円分のああそうそうそうなんかねチャージされてんだよ知らない間に だから電話番号登録してくださいみたいになってるんですけど私 LINE 電話番号も登録してないんですよあそうなんだもうメアドだけ危機管理能力がすごいんですなるほどな <laughs> まあだから今回はなセブンのこれは本当にそういう一石投じる形になったよなうん 逆に、やっぱ、スイカが最強じゃんっていう裏返しでしかなかったなっていう。いや、本当に。もう、スイ、<laughs> もうチャージ式が最強じゃねえかって思いますそうそう,そうそうそう。だから、チャージできるアプリを作ってほしいんですエディってさ、セブンでチャージできるようになったんだよ、あの自動の。スイカもできますよ。そうなんだよね。今、だセブン銀行でできちゃうんだよね。うん。あれすげえ便利だよな。あれ便利。 コンビニによってはさ、オートチャージもできるんだけど、その、うんうん、支払った時にその3000以下下回ったら勝手に3000円、あの、クレジットからできるっていうのもあるんだけれど、セブンはね、それができないから確かね、セブン銀行でそのまま自分で入金するような感じでね、最近できるようになったんだよな、あれな。あれ便利。うん、今までは7個しかできなかったんだよね。うん。 そうか、まあそう考えたらな、なおのことセブンペイいらねえじゃんね。本当いらないんですよ。本当に良かった、何もやんなくて。<laughs> おにぎり1個のために。<laughs> 本当に。すげえよな。おにぎり1個のために何十万っていう被害っていうのはな。いや、なんかだからね、損はしてるかもしれないんですよ、私は。いろんな点でね。はいはいはい。あんまりこう知らないネットサイトで買い物できないとか。ああ、はいはいはい。 うん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 、うん、でもきっと後々いいことあるんですまああとはだからあれかスイカだとポイントとかそういうところがちょっと弱いか弱いですね全然その辺はだから俺の使ってるその楽天レイディとか一応楽天ポイントがつくんだよな買うたんびに うん。楽天ポイントつくのでかいですよね。だからエ、結構でかいよ。いよ。エディはやっぱ欲しいんですよ。あとはまあ、エディは使える店多いんだよね。うん。古いから。いやだからね。うん。いろいろキャンペーン打ち出してても、むやみに登録は。ああなんかやっぱ、これだっていう一本をな、こう、決定打が欲しいよなー、うん、QR にしたって。うん 本当国が決めたやつとか出してほしいわいや本当に <laughs> まあでも国が決めてたってなって感じですけどね<ー>私はマイナンバー制度もボロボロだと思ってますから,、ね、からそれもあるよなえっ、ー、と保険証なマイナンバーに組み込むっていう今流れがあるみたいだからなうん、うん、ありますね俺の言ってる日赤なんかは自動生産か自動生産機で日赤のカードとクレジットカード入れると全部その領収書とかさバーって用紙も出てくんのよ へそのうちあれなんだろうな保険証とかそういうのが全部一元化されてくるんじゃねえかないやだってん、ね、今んとこ保険証だってただのカードだもんねはいそうなんだよだからそれが IC チップの載ったマイナンバーでもさそれはさマイナンバーなくした時超怖いんだけどな超怖いし何なら流出してますよねもうだからさマイナンバー俺一応カードに変えたんだけど持ち歩かないもんねまずね私カードにも変えてないですもん そういう人多いんだって、やっぱり。うちの親父もそうだもん。うん、あの、ほら、ペラペラのんじゃん。うん、<laughs> あのまんまだっていうね。あのまんまです。で、現状、あのまんまで使えちゃうしね。そう。使えちゃうし。うそれ、そこも含めてもやもやするし。で、俺カードに変えたんだけど、カードってさ、期限があってさ、書き換えなきゃなんないのよね。めんどくさい超めんどくさいんだよ、それが。俺、市役所行った時めんどくさかった覚えてんだよな。なんかパスワードとかいろいろ設定して。 去年だったかいつだったか、うん、年金のなんか管理をどこか別のうんうん、うん、あ委託っていうかなあそうそうそう,そうやっちゃいけないんですよねあれそうそれもニュースになってたよねあ、うん、もうあれあれの時なんてもうブチギレですよ安いところに外注してたわけだよなそうそうそうえそれ流出じゃんっていう、うん、まあ悪意のある人間が流用できちゃうわなその気になれば。 で、マイナンバーの情報とかもあったんですよね、確か。うーん、だから、それは本当ちゃんとな、政府の機関内でやってくれなきゃ困るしっていう話ではあるんだけれど、今回の、今回の、でも、セブンペイの見る限りじゃ QR コードを国が採用するってことありえねえな。ありえないし。 国も信用ならんあ<ー>私は今 <laughs> どっちもだなどっちも信用ならんでさ今回さこのセブンペイのも含めてだけどさ最近セブンイレブンのイメージがどんどん悪くなってんのねいややばいですねおにぎり美味しいんですけどねそう食べ物とか美味しいんだけどほら時間を早く閉めてさお店、うん、群馬だけどさそれと対立しててなんかそのうん、うん、提訴したかなんかっていうさ 脅しみたいな手紙が届いたってねニュースになってたからでそういうとこも含めてさなんかこうセブンが悪い方向にどん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 進んでるなっていう、うん、ブラック体質の感じ、うん、いやだから今回の「セブンペイ」もそうなんだよきっと本当だったらそんな早く発表できねえのにほ他のほらファミマとかに合わせて発表しちゃったわけじゃん間に合わねえからっつうんで、うんうん、で今も7月11日になんか合わせてるっていうんだよね セブンイレブンだからなんかもしんないけどねなんかキャンペーンがたぶんあるああとあれも絡んでるっつってたわ沖縄沖縄沖縄にセブンが進出したんで最近なるほどで7月11日になんかそれが出そろうんだってうーん でその時に多分「セブンイレブン日本全国制覇しました」みたいなのを7月11日セブンイレブンに合わせてやりたくてでそれをダ・セブンペイもそこまでに完成させてたいんよ多分 <laughs> <laughs> でそれでナフライング気味でやったらその欠陥が見つかっちゃったわけだわな期日ありきでやっちゃって大失態っていう急がば回りですよ大企業にありがちな展開ではあるわなうん <laughs> <laughs> あとやっぱね、うん、あのまあ沖縄に出すのは全然いいし青森にもね、うん、はいはいはい、はい、出したりとか全然それは全然やっていただいていいんですけど、うん、増やしすぎです北海道はあるんだっけあります勢力としては弱いんだよね北海道はローソンですあとセイコーマートだっけはいそっかそっかだからそういう業界のそういう勢力地図もあるわけだよなうーん ななんかなそのコンビニの一応王者としてセブンは君臨してたけれどあでもやっぱりブランド力が高いからこんだけ失態しててもまあ安泰は安泰泰ななんだろうな単純にねやっぱり弁当とか飯はうまいんだよ確かにねうん一番おいしいと思うただそういうさまあオムニセブンもそうだけどセブンペイもそうだしコーヒーのあれなんかもそうなんだしほらドーナツも失敗して撤退したけど <laughs> なんかあれなんだよね、そのサービスっていうかさ。うん。いやでもみんなありますよ。ファミマも、ーローソンもやっぱり。それだから完璧なコンビニなんて存在しないってことなんだけどななんかね、あとつまらない、もう。うん、特徴がなくなってきたってことね。私は AMPM が好きだったんです。うん、懐かしいね。<laughs> 私 AAP なくなった時ほんとショックでしたもん。 恵比寿の時ななああったたもんなあありましたね下ですよねちょうど下にねいやだからいつも昼飯とか買ってたけれどあれもだからファミリーマートになっちゃったからねあそこの、あのー、あったかいご飯が好きだったんですようん,うんうんうんそういう意味じゃだからなポプラとか俺近所に欲しいんだけどなあ,あポプラね私はセイコーマート欲しいですけどねいや私コンビニ なんでそんな三強みたいになっちゃうのかが私はちょっと理解できないです、うん、そうだな厳しいから難しいんだろうな新規参入がなもう AP をなくす必要があったのかが分かんないなんか全部セブンあ全部ファミマにしちゃう意味が分かんないです AP のままでファミマがなん,なんて言ったらいいのかな AP のメニューは残しといてほしかったですだそうなるとコストがかかるんだろうなは <laughs> っていう感じでねちょっとそろそろあれですが <laughs> 俺ら的にはまあ、しばらく QR コードは使わないだろうと使いませんね 何 <laughs> かないろいろちょっと今回の考えさせられるよな <laughs> 考えさせられますよ本当、うん、やんなくてよかったって思ってるもん心の底からスイカとかねそのフェリカ使えるとこはそっちを使った方がやっぱりいいんだなっていうそれが補強されたっていうだけであって <laughs> <laughs> スイカのね JR ウハウハですねそういうことだよな <laughs> JR とねエディ楽天エディうそういうことでそういうことです 私はそうしますこれからも私たち池袋ナウは、はい、<laughs> フェリカでフェリカを推奨していきます <laughs> 終わり <laughs> よろしければチャンネル登録お願いします